はい、というわけでね、今日はね、くるんくんがやってきてくれました。くるんくん今仕上げのブラッシングしてますね。足回りのね。くるんくん今日はね、11月21日でね、カキフライの日とエビフライじゃないよ。チキン、フライドチキンの日なんですよね。くるんくんはカキフライ好きですか？ウニが好き。ああ、ウニがいいんですか。ウニね、ウニか。ウニはね、確か私の記憶が正しければね、今品が薄い時期なんですよね。で、値段がね、結構上がっちゃう時期で。北海道の方のはね、バフンウニかなんかしか出回らないんでね、結構今高いですよね。単価がね。でもウニ美味しいですね。ウニはお寿司で食べるのいいですか？お寿司なんです。ああ、お寿司がいいですね。わかりました。じゃあ、カキフライの日ですけど、ウニの日ですね。くるんくんにとっては。では最後に全国のウニファンの皆さんに何かコメントを。カキよりウニ。以上、中継でした。さようなら。